皆さん、こんにちは。フィリピンナバ情報チャンネルの町田です。本日もですね、フィリピンの情報についてお伝えしていきたいと思います。まずはですね、本題に移る前に、フィリピンの新型コロナウイルスの感染者情報についてサクッとお伝えします。こちらです。はい、こちらは2021年2月5日時点での情報です。 一番上に黄色、緑、赤とありますけど、黄色がですね、現在の感染していて、まだ陽性の状態の人たちですね。で、真ん中の緑が回復者、そして赤色の中が死亡者の情報となっています。で、その下に小さく出ている数字がそれぞれの新規の数ですね。そして、その下の数字、533、587となっているのが、現在のフィリピンの感染者、総数の数です。 はい。感染者総数の数は53万3587人ですね。で、上行きまして、左から、黄色の下から行きますと、 新規感染者数が1894人まだ出ています。そして隣が新たに回復をした人たちの数が397人。そして赤色の下が新たに死亡した方たちの数が61人となっています。四角の中のパーセンテージは感染者総数のうちそれぞれ何パーセントかということが表されています。そしてそのパーセントの下に書いてある数字がそれぞれの総数となっています。 時間の関係でその詳細は今回は割愛させていただきます。それでは本日のメインテーマですね。はい、本日はですね、この動画を撮影している2021年2月5日にですね、フィリピン政府より渡航禁止措置の緩和について新たな発表がありましたので、それについて現在わかっている範囲のことをお伝えいたします。フィリピン政府はですね、2020年の12月30日から、 当初は1月15日までということで、新型コロナウイルスの英国変異株の感染者が出た国からの渡航を禁止していました。まあ、日本からも出ていたので、日本からフィリピンへの入国もできなくなっていました。それがですね、どんどん延長されて今日に至っているのですが、2月1日からはですね、 認定された国際機関の職員ですとか外交官、そしてフィリピン人の配偶者、もしくはフィリピン人の未成年の子供という限られた人たちがですね、フィリピンの入国を許可されるということがアナウンスされていました。まあ、詳しくは以前の動画で伝えていますのでそちらをご覧ください。今回はその人たちに加えてさらに 今度は2021年2月16日より有効なビザを持つ外国人の入国を許可するという発表が本日のですね、お昼頃に発表されました。それではどういうビザが有効かと言いますと、2020年3月20日の時点で発行されており、フィリピン入国時ですね、今回入ってくるときにまだ有効であるビザを持っている外国人は入国を許可されるとのことなんですね。さらに、 次の2種類のビザについては、具体的に入国が許可されると言及されています。1つ目が PRA、退職庁で申請することができる特別居住者退職者ビザ、通称 SRRV ビザと呼ばれているものです。そしてもう1つが 9A、9って9ですね。数字の9に ABC の A。9A ビザですね。 どちらもフィリピン入国時にイミグレーションにて入国免除書類を提示することでフィリピンへの入国が許可されると大統領府の報道官より本日発表されています。そこで 9A ビザなんですけども、これは短期渡航ビザなんですが、 本来ビジネス、観光または医療目的でフィリピンに来る外国人に発行されるものなんですね。しかし本日の政府の報道官によりますと、観光客は渡航禁止が免除されない限り入国を許可されていないと、未だにされていないとしています。 また免除には政府のですね、それぞれの部門からの承認、いろいろな省庁からの承認が必要であるとも述べています。ということで、9A っていうビザは入国許可されるんですが、ただの観光目的っていう人たちはまだ免除されていないので待ってくださいということですね。はい。さらに本日の発表では、イミグレーションの局長は、 このですね、本日認められた入国を許可された全ての外国人の人たちに対して入ってくるのを除外する命令ですとか放棄すること、または取り消しすることを決定する独占的な特権を持ってますよとも述べています。なので、省庁間タスクフォース、IATF と呼ばれている省庁間タスクフォースがあるんですけども、そこの中で一応今回 9A とか PRA の SRRB ビザとか入ってきていいよと、また 2020年の3月の20日時点で有効であって、さらに現在も有効であるビザは入ってきていいよとなってるんですけども、イミグレーションの局長がですね、その時の判断でそれを覆すことができるよという説明もなされています。またフィリピンに入ってくる時のですね、 入国客、海外から入ってくる入国する人たちの最大収容人数とか、その入国日にも左右されるということが本日述べられています。まあ、その、例えばフィリピンに戻りたいという日に、あのフィリピンが特定の、決めてるんですね。何人までという。それをオーバーするのはダメですよということが改めて確認されています。またですね、入国を許可されたすべての外国人は、隔離施設として政府より認定されたホテルまたは施設で少なくとも、 6泊の宿泊をする必要があり、またその予約をしている必要があるとのことです。またフィリピン入国日から6日目に PCR 検査を受ける必要があるとのことです。はい。ということでですね。 本日は英国変異株によって渡航禁止をしてたんですけども、その措置がさらに緩和されましたと。2月16日より入ってこられる人がさらに増えますよということをお伝えしました。また新しい情報等が入りましたら動画でお伝えしていきたいと思います。私の動画ではこのようにフィリピンの情報または私が住んでいるダボオシの情報についてお伝えしています。もしこの動画がいいなと思われた方は高評価ボタンをお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。